ラメタレーナ諸島ラマッタレーナを構成している。諸島は以下の島々及びいくつかの小島からなる。諸島には美しい自然とエメラルド色の澄んだ水を目当てに遊覧船がクルーズを行っているが、1994年からラマッタレーナ諸島国立公園となっており環境保護のため立ち入り制限区域が設定されている。1989年、 エンジン故障と怒りの喪失により、サルデーニャ島とコルシカ島の間の海域から、漂流していたマウロモランディが、ブデッリ島に漂着。偶然島の管理人が引退が近かったことから、次の管理人となった。1994年1月1日6時35分、フランスのフェリー、モンテステロが、乗客77人及び乗員と、約30台の車両を乗せて、 バルレッティーニ等の眼症で座礁した。2003年10月25日、ハートフォードが付近で座礁した。ありがとうございます。